皆さんこんこにちは、です本日は2020年3月12日、えー、温存してきましたけども今日は全編本音で今まで本音言ってないわけじゃないけど全編本音で結構聞く人によっては厳しいんじゃないのかなみたいに思われるかもしれませんそれでもお付き合いいただきたいですモーニング娘。2-0小田さくらちゃんについてお届けしたいと思います 付き合ってねさあもう叩かれそうでしょうがないですけどえー、届けていきましょう小田さくらちゃんねもう2013年でしたよねモーニング娘。加入ということでえー、といわゆる仲間のいない11期ですか、えー、とソロで入る形になります、えー、小田さくらちゃん 最初ね、ヘルプミーシングルだったと思いますけれども、何て言うんですかね、甲高い声の中にも芯があり、そして届けられることという,うチャンス、届けられるチャンスというのは、まあ、しっかり生かすスタート、そういう風に切れたように見えました。さあ、ただ、ただです、えー、とここからが、もうここからいきなりなんですけど、モーニング娘。という構造を確認しましょう。 モーニング娘。ご存知の通り、まあ、ほぼほぼ2桁台の人数のメンバーで推移していくグループとなっております。まあ、構造上ですよね。物理的に歌パートが少ない。そういう環境に入ってしまうことになるのが小田さくらでございます。スタートした段階、えー、とつんくさんなんかの評価、ね、まあ、これはネットで調べても出てきますけど、まあ、ともすれば、松浦や、 高橋愛クラスでスタートだったのではないかというね、えー、まあこういうのもたらればですけどねというふうに言われてスタートしておりますでまあねえっ、ー、と松浦も「用意ドン」の時はあデビューしてから78年後ぐらいの,あの歌唱力というのとはあの違うんですね。 なので歌手始めて僕3年1,000日ぐらいでい,いろんな方々でも声歌い方変わってくるなんていうのは、まあ、特にこれはアイドル10代の女の子というのを見ているとまあバッチリ傾向出てくるなっていうのはあの見てきて聞いてきて、えー、体感してる気がします。これ理由どんと3つ言っときましょうまず単純に変声期女の子でもありますよね。このの期っていいう一つ目あると思います でこの時にどうやって音楽を聴いてきてどういうようなあ歌い方自分のシフト先々近未来ですよねの歌い方がいいのかっていうことがイメージできあ、ま、といいトレーナーに恵まれたかどうかこれまず一つあると思います。で2つ目、えー、ともうなりたい像がしっかりしてる場合っていうのになると思うんですけど どういう、声質はあんまり変えられないですけど、どういう発声法とか、どういうパワーバランスでやる歌手を目指すのかっていうことになると思います。で、それ見えていると、おそらくこれ、指導する側が指導しやすいはずです。まあ理由、これ簡単にあって、えー、と経験が、指導者っていうのはそういう方々多く経験があるんで、まあいくつかの選択肢なことは、変成期前の声を聞いてれば分かるはずなんですよ。なので、まあ、 モーニングとかの場合はもしかしたらもう「さくらこう行けよ」というのが先にあったのかもしれませんけどまあ大体の場合本人の気持ちというのを聞いていくなんていうのが最近なんじゃないのかなとイメージなければアドバイスをして行きやすいまあ行った方がいい方に案内するでしょうし本人にイメージがあるようだったら。 まあいくつかのストック経験の中から指導者というのはベストなチョイスをして誘導していくそんな感じだと思います、まあ、これが2つ目で3つ目声の出し方でいうと癖があるかないかを見るはずで癖がある場合はゆくゆくねもうハローっていうのは本当に歌を歌う回数が多いのでゆくゆくどこかに引っかかるなどして、えー、といわゆる何人もいますよね手術をしなければいけないというような ことにそんなに時間がかからず到達してしまうんですああもう野球で言えば肩と一緒です肘とかと一緒です声も消耗品な部分がありますでその部分でどうしても引っかかってくるのがあってまあ、それを3つ目のところを今言いましたけどそうならないようにであったり強制なのかまあ最初から変えるのかそんなことをするのが良い道の時にあるはずです で僕は桜どう見たかというとおそらくそのままそのまま本人の感覚に任せて強制せずに進めたような気がしますねで本人がここから桜の調べというところでしかほぼほぼ僕はソロを聞いていないので、まあ、そこで実験の場というふうにするような気がしておりますあ気がしておりましたおそらく今もそうでしょうさあじゃあこっからはちょっとレベルの高い歌手のハローの中で言いますよ 歌手の中で小田さくらが選んだカバー曲で、えー、と上位の方との比較なんていう話をしていきたいと思っております、えー、部屋とワイシャツと私という曲がありますこの曲松浦彩さんが歌っているバージョンおそらくこれトップです、えー、僕はオリジナルのバージョンより届きますこの曲小田さくらさんね複数回にあたってトライしてらっしゃるんですね 16年と19年で行きましょうか。2016年の桜の調べ。まっすぐで綺麗な透き通った声です。で、もちろん届けられるんですけれども、やっぱりね、松浦綾と比べてしまうんですよ。これも YouTube とかで検索してくれたら、おそらく部屋の、部屋とイシャツと私、で、小田桜も松浦綾も聞けると思いますので、ちょっと聞いてみてください。これね、 本当にディスってないんだけど小田桜っていうのはもう良くも悪くもモーニング娘。の声になるんです。で松浦綾というのは最初から最後って変ですけどおそらく今もですよね松浦綾の声なんですよ。これ分かりにくいよっていう人いるかもしれないけど簡単に説明すると。 グループの中でこのポイントこのポジションを守らせたら自分はっていうまあ内野手とかそういうポジションですよねそういう球の投げ方とずっとバウンドにいる球の投げ方ピッチャーと野手の球の投げ方と思ってくれれば分かりやすいと思います違ってくるんです高校の時ピッチャーでエースでも内野手をやってれば内野手の投げ方になりますしそういう素養の経験を積んでいくわけでございます 小田さくら漏れなく僕は野球で例えるならばピッチャーとしての苗方ではなく内野手、内野手だと思いますね、内野手の苗方になったと思う。これはマイナスな面っていうのは難しいんですけど、うん、マイナスな面で大きく1個言うと、やっぱりマウンドに立ってる人の立場っていうのがどんどん見えなくなるんですね。出身であることによって、ピッチャーの人がマウンドにいるときにどう守ったらいいか、どうパスをしていっていいか。 オ田で言ったら突っ込みとかそういうところのスキルですよね。それはあの学んでいけた気がします。でもマウンド上でのさばきそして例えばデビューから3年間ずっとソロでやった場合、まあわかりやすく言ったらマノエリナちゃん、キッカワユウちゃんなんていうところを思い浮かべていただけるとわかりやすいのかもしれません。ここと比べると明らかに差があります。 これはねダメなわけじゃないのを分かってほしいんだけどそれがモーニング娘。に入ったっていうことなんですよ例外は唯一僕は後藤真希ちゃんだけだった気がしますけどで小田桜にじゃ後藤真希ちゃんみたいにソロのチャンスがあったかといったらこれはもうタイミング時期の問題ですよねそういうわけにはいかなかったのが2013年14年ぐらいでしたここも理由簡単に振り返ってみましょう 道重さゆみがタレント化しそしてモーニング娘。が谷でであった人気という面ですよ。実力ではないです。人気という面で谷であったというふうに言われてしまう時期を打破します、えー、とそれは時代でいうと2012年のカラフルキャラクター以降サウンドも EDM になりこれ理由は簡単です高橋愛ちゃん新垣梨沙ちゃんが抜けてます歌だけで引っ張っていくには田中玲奈だけでは 心細いそういうタイミングでしたで一気にサウンド変えますただ時代も k p o p であったり、えー、世界的に EDM が流行があってまだ乗って遅くなかった時期ですでそこでアイドルバージョンで高音質でやるということがまだ早いと言われるようなそして高品質なものがほん本当に少なかったかな下手したら アップガの方が良かったですよア。アップアップガールズカッコ仮ですよね。の EDM は良かったですよ。タイミングそこです。で、EDM ってそんなに歌唱力いらない。まあ、難しいとこですね。まあ、小田桜ちゃんがあのモーニングスに入るタイミングっていうのはそういう時代、時期でした。まあ、そして、道重は2014年に、まあ、これもモーニングスのワン・フォーですよね、まさにね。 ワンフォーのじゃんこれニューヨークのつんくさんが最後公演出た時おそらく手術前のね最後の公演だったと思いますけどね、うん、まあその時のあのモーニング娘。の中では最年少ね野田桜という形で入って最年少かきっと単純に後輩一番後輩、ねうん、というところで一番、まあ、キャリアが浅くんですけどやっていても 本人がどこでどういう立ち位置でやっていいかっていうの悩んでたと思います、まあ、少なくとも見てる方には伝わってきました、まあ、スター道重さゆみそしてニューヨークとかではね、まあ、ズッキーね <laughs> もうご存じない若い方もいらっしゃいますか,かもしれませんけど、ね、そういう人気があった中でねまあ彼女もね歌唱面だったですからね まあどういうふうにして小田さくらというのはその後頭角を表していくかってことになるんですけどもまあ僕はソロの歌手としてみたいなことをやっていたんではダメだと考えたんだと思います。で野球で言えばですチームで言うピッチャーということじゃなく内野手でつなんていうんですかね連係プレーが出せてまあ球の切れというかあピッチャーやってたならではの感みたいなところ。 それでなんか生きていく道を選んだように僕は受け取りました。で、さくらとはいえです、もちろんこれ今までネガティブなこと言ってるように聞こえるかもしれないんだけど、いいところたくさんあるんで、そこもしっかり説明していきます。えっ、ー、とね、僕はこれ1、ン6、1、7以降ぐらいと思うんですけど、やっとがが出てくる気がするんですね。小田さくらっていう,うまあ 猫をかぶっていたじゃないですけどツッコミ担当なんて今言われてますけどそういったところで喋りのスキルですよねちょっと一方ずねえ間違うとちょっと強いのよ桜くらの言い,言い方とか言ってることってだけどあの王女隊であれぐらいやらないとさばききれない、うん、でそれを買って出たんでしょうね 勝手て出るにはそれなりの皆さんが知ってる程度のメンバーの情報も分かってないといけませんしそこに対して引き出しプラスアルファの覆いかぶせがないといけないので知識が必要です僕は知識入れていく方っていうのは努力されたと思うもちろんそれは愛情があったあーモーニング娘。を愛していたそれの裏返しという言い方もありますけれどもそこを取り入れたでそうなると 人間間のの時間数といいうのは限られているで一番必要なのはソロで歌うスキルではないそう考えて僕はおそらく小田さくらという像はそれまで持っていた力量を小出しにする方向に切り替えたと思うここでつなげましょう先ほど言いました「部屋とワイシャツと私」これ2019年去年の桜の調べでも選曲されています。えー、3年間でどれぐらい 歌唱力というのは変わったかというふうにすると伸びてはいいいるけどテンパーぐらか <laughs> かりにくいかもしれませんよね呼吸とかで感情を入れるようなことはできてるけど音程とかその歌唱のスキルっていうのはそれほど劇的な伸びは少なくとも僕の耳ではそんなには感じません。うんまあ、これはね 松浦綾をね、またまた言うかと思うかもしれないけど、松浦綾、すごいんですよ。で、僕はそこのファンだったから、この歌唱面っていうのの話をするときに、比較するのを避けられないんですね。それはもう許してほしい。で、時代も違うし、立ち位置も違うってうことを説明した上で言うと、さくら伸ばそうと思ったら、そこ今でも時間。 そして表現とというところを時間だ時間かな使えばまだ全然可能性ありますよでも世の中も環境もそこを優先順位のトップ3に入ってないそういうことだと思いますでまあ21歳迎えておりますよねそうなると残りうん自分の ことを考えて自分だけに向く時間っていうのは、まあ、この永遠説的な25的なことを言うのも野暮だって話かもしれないですけどまあ現状で皆さんが考える上でのスタンダードということで25からとしましょうこれはあの今の考えるスタンダードということで4年後全然違うそういう未来も当然あると思うそうするとあと2年ぐらいの中でどうするかっていうのを見るのがそして今どう感じてるかっていうのを見るのが モーニング娘小田さくらのその後10年ぐらい残る像だと思います僕は歌手のファンですなので小田さくらの歌手としてのスキルが上積みされることソロとしてのシチュエーションこれが用意されることこれは見てみたいですこれ一ファンとして望んでいますだけれどもそれによってモーニング娘。がおろそかになるようなことを選ぶそういう事務所ではございません そういういいモーニング娘ではございませんどの道道重さゆみみたいな頭角の表し方なのかそれともまた違う、まあ、鞘師里帆とかね工藤遥さまざま選んだ道というのはありますけれどもうん僕はそこではないような雰囲気は感じているなんか「モーニング娘。」で全うするんじゃないのかなとまあいい 女,女またいい言っちゃうねそういうことねいいかみさんになる系女性っていうんですか女の分かってるよって言われたら申し訳ないそれ感じますなのでまとめましょう小田桜このね3月12日桜の調べね延期ということなのであのどういうことを考えるかというと ソロ歌手織田桜はもう気長に待ちますでモーニング娘。織田桜ここでできること本人が選んだというふうに届いております全うしていただきたいもう今かっこいい女性ですで頭の切れもどんどん良くなってますまあ油に乗ってる時期と言っていいでしょうね残念な時期に入っていますけどコンサートであったりイベントであったりというのがね 立て続けに、えー、中止して連続していて先が見えないというのが今でございますですけれども今日みたいな、えー、と誕生日というのは明太日ですそのめでたい日にこうやって、えー、自分、まあ、国をチャンネルですからの思う小田さくらちゃんの世界観というのを振り返れたそして主観というのがちょっと強かったですけど見つめ直し皆さんにお届けできる機会そんなのが作れたことを嬉しく 思っております、えー、こうやって嬉しく思えるのもさくらが元気に活動してくれているからそう思います21歳ねあの険しい年とはせずなんか自分の誇りというか自分の選んだ道のモーニング娘。を謳歌するそんな年にしてほしいですね今日はそんな形で、えー、とモーニング娘 .20 小田さくらについてねえちょっと本音で。 全部喋ったつもりです。語る会でございました。では、えー、まだ誕生日お昼ご残っているので、えっ、ー、と今日は小田桜について語ったり聞いたりする日にしてみたらいかがでしょうか。くにおチャンネルでした。良い一日を。またね。